ぶり。今回はゴーイングメディバル実況していきたいと思います。前回は、難易度落として挑んだのに失敗してマリサが泣いて逃げたところまで。で、そのマリサは、もうやりたくないって。案外打たれ弱かったのね。だから、今回はヨウムが頑張る。任せるわ、私も失敗してるし。で、何か秘策でもあるの？うん、二人の失敗から勉強済み。なら始めていきましょうか。難易度はサバイバルのとても難しいで。大丈夫。全然問題なし。開始時の状況は安定の一匹狼。マリサが新しい暮らしで失敗したんだけど。マリサがダメなだけ。開拓地の名前はヨウムランド。楽しいアトラクションでもあれば良いんだけど。生き残ることが最大のアトラクション。まあ、間違えてはないけど。開拓者の希望はシャスト建築持ち。ランダムで回しまくるしかないわね。車種に得意はないけど18レベル。建築はいまいちだけど、植物学と料理が得意だからいいかな。そうね、建築は誰か得意な人が来るかもだからね。そうだな、じゃあ、おしいたさんでスタート。安定の平地ね。いい感じの谷とかないかな。パッと見なさそうね。画面端じゃ危険だしな。仕方ないからスタート地点で始めるか。物資移動させるのが面倒だから。初期の置き場を備蓄ゾーンに設定。運搬の手間が省けるのはいいことよね。ショート棒を装備させて。早速建築に取り掛かる。真ん中に柱1本立てて、必要そうなのを周りに作っていく。安定の豆腐ハウスだけど、今後の拡張性を残していく方針。豆腐ハウスに発展性なんてあったかしら。それはヨウムが頑張るだけ。設計が終わったからあとはおしいたさんが頑張るだけ。そういえば、いつもはなくなる赤すぐりが残ってるわね。これ、収穫しておけば食べれるかな。生の食材だから心情は下がるけど、苗よりはマシレベルじゃない？収穫しておこうかな。家はいつでも建てられるけど、野生の植物はもうじき枯れてしまうから早く収穫した方がいいのは間違いないわね。霊夢とマリサの時はどっちもすぐ枯れてた気がするな。そうね、だからこそ今回は運がいいかもね。全部で39個の赤すぐりの確保に成功。冬を迎える状況において初期の食料確保は良かったと思う。あとは家ができればだな。途中で天井を枝編みの床に変更。2階を作る設計ってことね。これが今後生きてくるわず。ただ、作り切るまで時間がかかりすぎる。2日頑張って外壁は完成済み。まだ枝組みの床というか天井はできてないけどね。三日目中に出来上がるわず。だから、内装系を建設指示していく。テーブルに椅子、あとは祠かしら。だな、藁の寝床もまだできてないから早く作りたいけどな。床で寝るだけで心情が下がるから早く用意したいわね。菓子の同胞のようね。ってことは、菓子の祠立てとけばよいんだな。だいぶ手狭だけど。人が増えてきたら増改築予定。最初から大きな建物は負担が大きいものね。きちんと研究作業台も作る。早い段階でベッドも作りたいからな。それだけで心情にプラスになるからね。外に料理系を作って終わり。今日中に家だけでもできればいいわね。雪降ってきた。ギリギリできるかしら。厳しそう。作り上げれればなんとかなる？なんとかなったようね。おしいたさんに温かい寝床が用意してあげれてよかった。
一つじゃ足りなかったから追加しておいた。赤すぐりをそのまま食べると心情が落ちるから調理中。これで心情低下を抑えられるわね。作るものもほとんど作ったし、あとは、研究する。冬の間は動くだけで寒さで心情がマイナスになるからね。無理に頑張る必要ないしな。ただ、もうじき助けを求めてくる人がいると思うけど。それは、安定の拒否。え、本当に？うん、この人助けるために無理をするから序盤失敗すると思う。そこそこ優秀だと思うけど。この人裸だから、何もさせられないし食料の消費も増えるからいらない。ある意味非常だけど合理的な判断。エジェリーナさん、どこかで平和に暮らして。禁じられた聖域というマイナスがついたけど、たった8なのね。2日でなくなる死体していたくないな。途中食料の備蓄が少なくなってきたので仮に。見事に仕留めたわね。これで冬越せるだけの食料になるわず。冬の間ずっと研究し続けてたら。雪が溶けてきたわね。心情回復も込みで赤すぐりの栽培開始。得意なことをすると心情にプラスになるからね。時間は短いけど心情プラスは大きい。必要かわからないけど、一応作も作っておく。野生動物に食べられる危険性があるみたいだからいいかもね。無事春を迎えた。ここまでは順調と思うべきなのかしら。でも、藁が欲しいのに手に入らない。ベッドが作れるようになっているのにね。早く完熟して欲しいんだけどな。まだ早いけど、防衛地点の建設指示だけしておく。今回は2階に防衛拠点を作るの。2階というか、2階から攻撃するようにする。この柱は？この柱の上から撃つ？うまくいくの？わからないけど、時間稼ぎ用のものもきちんと作っておくから大丈夫なわず。城壁は前回ほぼ使えないのがわかったわずじゃ。時間稼ぎには使えるわず。そう？これで今回の防衛拠点はほぼ完成。うまくいくのかしら？あとは2階に上がるところにドア作って妨害するだけ。ドアは時間稼ぎには有効だからね。ようやく移住者が来た。怪我してるようだけど治ればきちんと働いてくれるからね。建築と車種が得意なのはいいな。きちんと育てれば使えそうね。だな。ベッド、わら育ったかな。もう少しかかりそうかもね。この世界の飲み物はワイン以外認められていないので醸造所を作る。喉の渇きだけでマイナス心情がつくからね。井戸でもほっとけよな。ほんとにね。ようやく藁が収穫できる。こう考えると藁を備蓄しておかないとまずいかもね。だな、人増えた時が冬だとベッド不足になるかもな。今の体制は、新しく加入したブライアが研究をして、オシータさんは建築や料理などを担当中。分担できるのはいいわね。木製武器を研究した。だから、弓師の作業台と木工作業台の2つを作っておく。弓を作っておかないとね。だな、弓ないと戦えないからな。食料保存加工の研究を開放。これで燻製肉が作れるようになるわね。燻製肉のまま食べられると思ってたけど違ったのには驚いたよな。燻製肉は食材保存方法であって食料じゃないのね。まあ、食材が長持ちすれば冬越すのには問題ないもんな。そうね、保存しておいて適量調理していけばいいだけだからね。燻製場が完成。さっき鹿を買ってきたから燻製肉に加工していきましょう。
これで次の冬対策の第一弾は OK だな。いろいろ忙しくしてたら夏が来た。というか、何もイベントが起きないわね。そろそろ新人がもう一人くらい欲しい。で、食料保存も考えなきゃない時期なので、地下を掘り始める。地下貯蔵所が一番いいみたいだからね。なんだよな、どんな感じにすればいいかわからないけど。夏の初日に二人目の移住者。どうやら飢えた放浪者のようね。誰でも歓迎だ。すごい勢いで走ってきてるわね。腹ペコだからな。食料は腐らせるほどあるから問題ないわね。ここで問題発生。トークハウスが手狭になってしまった。収納スペースも作らなきゃないほどだもんね。今は忙しいから適当な増築で済ませる。まともな建物は最初の襲撃を乗り越えてからの方がいいかもね。豆腐を付け足して、その中にベッドを置いていく。ドアも忘れずにね。室内に作ったと思ったら屋上に建設実施してた。立体だと指示間違いというか場所指定が難しかったりするからね。室内に作り直し。もう何個か作っておく。調理スペースにも屋根かけておく。効率が変わるから屋根はかけておかないとね。貯蔵庫の第一弾掘削が終わったので階段作って第二弾掘削に入る。もう一段階掘れば貯蔵庫として機能するかしら。貯蔵庫の上側も建てておく。安定の豆腐建設だけどな。なかなかいいデザインって浮かばないものよね。何か歴史的建設物でも見学に行くだけだな。屋根かけて貯蔵庫の上部分は完成。地下貯蔵庫の天井が崩落してしまったので計画見直し。柱を立てるか梁を張るかしないとダメかもね。だな、崩落しまくったら意味ないもんな。保存食作りに燻製場を2つ増設した。地下を借りまくったら処理が追いつかなくなったからね。保存食作るのに腐らせまくったら意味ないもんな。地下室に梁を作るまくる。木の柱だけじゃなく土の壁にも作れるのは驚きね。柱作らずに掘り残して梁作る方がいいかもな。くっつく基準が難しいから困る。また移住者が来た。今回も普通のおバカさんな移住者ね。怪我人だけど気にする必要なし。って、気絶するほどの怪我かよ。だいぶ重傷のようね。近接が得意な陽キャのようね。何させるか悩むレベルだな。まあ、運搬だとか何かさせれば良いんじゃない。プレイヤーが助けに来た。あとは治療して、働いてもらうだけね。家の中が乱雑だな。とか言ってたら秋が来た。襲撃が一度も来ないまま秋とは。運がいいんだか悪いんだか。床をまだ張ってないけど貯蔵庫に備蓄ゾーンをしてい。燻製肉とかを早い段階で運び込んでおいた方がいいからね。だな、忙しくなってからだと大変だからな。また移住者だけど。襲撃付きの移住来た。ようやくという感じね。当然受け入れだ。
あと30時間後に来るわね。迎撃地点の準備はできてるし、いつでも来い。いた。夜中の襲撃とは厳しいけど仕方ないわね。当然渡さない。え、多くない？全部で10人もいるわね。こっちは5人？防衛拠点が仕事できるかどうかね。全員戦闘準備。早く叩き起こして迎撃地点に着かないと。2階にみんな集合。一部近接武器だけど。きちんと弓は人数分作ってる。弓持ってる人は配置について。最近加入したニディータとマビルは弓装備してから配置せー。配置についてー。問題なく柱の上で配置につけているようね。つけなかったら終わってる。来たわね。射程に入り次第に上に射撃開始。初弾は命中したけど大して影響なし。まずはディアモットを攻撃すべきね。ドアが破られるのはまずすぎるわ。一人なら問題ないわず。当たらない。燻製場が壊されたようね。また作ればいいだけ。ディアモット撃破。まず一人ね。次はケース。ケース撃破。これはいける。弓の命中精度が上がってるわね。ああ、動くな。これは指示ミスね。ジェイコブ撃破。3人倒しても引き上げないのね。4人目撃破。数を数え間違えてたようね。全部で11人いるわ。今で2人目撃破だもんな。家の中に入られても2階に上がれないから大丈夫。あえて中に階段作ってないからね。1枚目のドアが破られた。もう1枚あるけど厳しくなってきたわね。もう何人目か忘れた。残りが4人かしら。いや、5人だな。半分近くやられて引き上げないなんて。もう1枚ドアあってもよかったかも。あと1枚だけだからね。ドアの耐久は残り半分程度。これで残り3人。
そろそろ帰ってほしい。ああ、ドアだー。でも、近づかれる前に倒せれば。勝ったー。7時間の死闘の末なんとか撃退に成功したわね。襲撃で10人倒したってことは、12人来てた。数間違えてたようね。最後は逃げ遅れた敵を追撃してー。倒したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。